目標はもう一つしかなくて、もう単純に世界一を取ることと、やっぱり世界の中で一番得点を取ることっていうのが僕の、目標だし、自分はできると思ってるんで、そこを目指してやります。僕前回出てないんで、まあ、その悔しい思いとかやれる自信はあったんで、それをようやくピッチで表現できることになるんで、そこはちょっと楽しみでしょうか、はい、そうですね、チームとしてはやっぱりその勝つのはもちろんなんですけど、やっぱその勝つをポルトガルっていうことで監督も言ってるんで、その相手を舐めちゃいけないですし、初戦と同じように戦うっていうことがチームとしてのやっぱりやることだと思ってまして、個人としてはそうですね、僕個人的なことなんですけど、ちょうど今日おじいちゃんが亡くなっちゃったんで、おじいちゃんのためにもゴールを決めたいと思います。ちょっとお葬式が行けないんで、はい、やっぱりゴールがやっぱりたくさん入るっていうのと、やっぱり砂の上なんで飛んだり跳ねたりのオーバーヘッドだったり、アクロバティックなプレーだったりっていうのがやっぱ一番の魅力なんで、あと観客が近いっていうのがやってても見てても楽しいと思うので、そこを見てもらいたいです。